こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。トクラス最新キッチンコラージアのビフォアアフターやってきました。こちら、ひでちゃんからいただきました。ありがとうございます。築年数50年以上。なんか気がつくと窓が傾いていた。床、なかなか大変。こういった補強もありながら、キッチンナスラック、長く長く使ってきたこのキッチン、ダブルシンクに、そしてこんな今時もうレトロなコンロ、そして換気扇はこういった囲いのある、もちろんプロペラファンですよね。そして後で出てきますけどね、手元照明、紐付き手前側についてました。天井もジプトン。で、この50年以上のキッチンナスラックはどう変わったんでしょうか。ドン、こちら最新キッチンのトクラス。最新はコラージアなんだったんですよね。で、リクシルのキッチンを最初検討して、リシェルも考えてたんですけど、最新の、まあ、いろんな内容を聞いていくと、あれ？ヒデちゃん、これ、コラージアありじゃない？っていう形で、最後、コラージアという形で、トクラスになりました。ヤマさんと LINE でポコポコやってました。こんな形でサイクロンフードもついて、林内のリッセ、最後いいコンロにグレードアップ。白いキッチンがとってもいいのと、マグピタボードでマグネットのパネルに何を引っ掛けるか迷ってるそう。で、リフォーム会社は、達人からのご紹介でアンケートいただきますが、山さんの知り合いの、業者紹介の方させていただきまして、営業も職人も手際が良い。まあ、非常に、よく知ってる、業者さんで、なんかこう、仲良くなっていただいたようなんですが、後から調整を対応してくれたこと、あと、営業への要望が職人に伝わるよう、チェック表は必要です。そうなんですよね。やはり、こういった色々を、こう、山さんが常にやってる、チェックリスト、チェック。だから、言ったという内容がね、全員に伝わらないと、やはり要望だけ言ってるわけじゃなくて、全員でチェック表、チェック表。これ、リフォームの基本の木になって、広げたいなと思ってるんですよね。ぜひ、こちらの方のチェックシート、ゴールド会員の方に配信してますんで、ぜひそちらの方も、見てください。コンセント位置が要望より低い位置になって、これ、コンロと水場になっていたという、この辺がちょっと、不満だったということですね。あと、釣り戸の照明、取り付け前に、この手前奥聞いてほしかったなということで、この辺の、手直しがあったということですね。で、ヒデちゃんのこだわりはこのシンク。これ、スムーズワークシンク？この新しいシンク採用されてるんですね。トクラスの、まあ、人工大理石、人造大理石って言うんですか。そして継ぎ目のない。そした、お手入れ性の良さ。さらには、食洗機は海外製のミーレ。こちらの方も、まあ、ヒデちゃんもずっと海外製使ってたという、アスコ使ってたっていうことだったんですが、今回ミーレということで、細かいところを言うとね、面材のところ、シルバーのところと、段差がこう扉面材合わないんだなっていうふうな、やっぱ海外製のデザインのところ、ぴったりこの辺合わないっていうところ、知らなかった、気づかなかったっていうことだったんですね、施工前まで。そして、良かった点、まとめていただきました。まず一つ目。従来より作業スペース、これがしっかり確保されたということなんですね。コンロとシンクの間、ここがやっぱり狭くなると作業するスペースがなくなりますよね。ですので、まな板奥、作業スペースが平らになったこともとっても満足だった。あとは二つ目、先ほどの、まあ、流し台という形になると、コンロとそれぞれシンクと段差になっている、まあ、ユニット型と呼ばれるものなんですが、システムキッチンなんで、天板が一枚も凹凸がなくなってお手入れがしやすい。さらにコンロの火力、調整ダイヤル、従来と同じ、こういったリッセ、ダイヤル式ですよね。で、コンロは二口で良かったかもって、これ今二口のコンロでもいいっていう声あるんですけど、どうしてもメーカーはね、三つっていう形が標準になるんで、まあ、二つになったから安くなるってわけじゃないんですけど、二つのコンロも一部あるんですけどね。で、明るく白いキッチンになったこと、そしてシート床暖房、暖かい。壁がマグピタボードになり、何をつけようか悩んでます。悩む点。一つ目、コンロ下引き出しの奥にガス栓が出っ張って、フライパン置き場を制限される。そうなんですね。これ引き出しをこう、ショールーム行くとコンロを開けてもガス栓ないんですけど、実際ガス栓があるんで、こういったところに奥にガス栓が出っ張ってる分、フライパン置き場を制限されてしまうという、この、テトリスになるんでしょうか。そして、コンセント位置、さっきあったシンクとコンロのところ、この、コンセント位置が低すぎて、シンク側、コンセントで水はね防止カバーを自作予定。生ゴミをゴミ箱の大きさと置き場をどこにするか、ゴミ箱の置き場、やっぱり皆さん悩まれますよね。で、シンクと、この、壁面、ここの間狭いため、置けるものが制限される。ですから、コンロとシンクの間の作業スペース、これ広くなるってことは、イコールシンクと壁面が狭くなるということでした。あと、おまけです。
LINE に来ました。窓が傾いていたとは気がつきませんでした。これ床もね、まっすぐと思ったら結構斜めに向いてるんですよね。蓄電室が古くなって。あと気になったのは、床下収納庫を開けるときに全開できなかったということ。この位置の関係のところがあった。あとミーエ731音、これいいやつなんですけどね。使ってみた感想は、ひでちゃんこれ実家のところなんですが、アスコ、自分が使ってるアスコと比べてみると、カゴのネット上の隙間がちょっと広くって、落下するものがあったと。扉を下まで開いても開いたままにならず、バネで閉まろうと戻ってしまうということですね。動作がちょっと遅いと感じたということでした。ありがとうございます。こんな形で最新のトクラスコラージアついに登場。これからどん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 ビフォーアフターの写真、山さんにシェアしてくださいね。特にですね、コラージアのいい点は、こういったところのバックガードの奥のところあるじゃないですか。あれが立ち上がり高いんですね。そして、ああいったものを引っ掛けるハンガーフック。なので、このシンクのところもこう水切りのこういったものをかけたりすることができるので、この辺もおすすめの点というふうになってます。バックガードないとね、やっぱここの溝のところ、お手入れが大変。そんな形じゃないでしょうか。ここがトクラスの一つの利点。人造大理石。だからこそのポイント。この辺が、いわゆるセラミック天板であったり、クォーツであったり、こういったところと変わってくる点かと思います。という面で言うと、やっぱり人造大理石、この辺のお手入れ性はいいんではないでしょうか。LINE 登録で定期的にプレゼント配信してます。ぜひ山さんとこういった形で QR コードの方からお友達になっていただいて、リホナビ、こちらリホナビの、情報サイト登録していただくだけで、リホナビ教室、YouTube、インスタ、ブログ、日々集まるリアルな生の声、そしてリホナビライブラリーでぜひ検索してみてくださいね。800本動画ブログ形式にどん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 今格納中、LINE 登録でぜひこちら、もし、まだ、テレビのなんかで見てる方は、この下のところ、テレビは QR コード、スマホはタイトルを押すと LINE で気軽に聞いてみよう。そちらの方から登録してみてください。それでは行きます。せーの。必ずできる。いってらっしゃい。コラージャーがついに登場しました。ありがとうございます。